うわ。ミリさんじゃないですか。どうもミリです。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。いいですね。なんと、ミリさんでございます。こんにちは。はい、今日はデートでございます。デートです。はい、じゃあ行きましょうか。お願いします。はい。いやいや、お久しぶりでございますが。お久しぶりですね。はい、どうも、ケンでございます。はい、私の隣にいらっしゃるのが、あ、ニーミです。はい、よろしくお願いします。あのニーミさんです。はい、まあ久しぶりにですね、ひょんなことからですね、はい、ちょっと連絡をね、取ることになりましてですね。そうですね、今日は、岐阜で、今岐阜駅にいるんですけども、はい、会ってですね、うん、ちょっとご飯を食べていろいろなお話をしてですね、はい、まあ、今後ね、まあ、ことについて語り合ったというね。そうですね、はい、すごい楽しかったです。今日はどうでしたか、ミミさん。いや、4年か5年ぶりですよね。そうですね、お会いするのね、はいはい、いやもうめちゃくちゃ嬉しいですよ、久しぶりにお会いして。本当に、ね、この未来のこともお話できたし、はい、ね、はい、すごい楽しみです。はい、はい、そんなわけでございまして、ちょっと苦しいんで、はい、ね、まあ、そんなわけでございましてですね、はい、ニーミさんね、はい、ニーミさんもちょっとちらっとだけ、はい、ニーミさんですよ、ほら、あのニーミさんですよ。はい、まあ、そんな感じですね、これからね、まあ、いろいろとね、また二人でもね、はい、あのやっていきたいなっていうことでね、はい、あのいいお話ができたんで、そうですね、はい、またちょくちょくね、近いんでね、場所が近いんで、僕岐阜でニーミさんはね、かす、なんかかすね、かすがいになってね、はい、またね、これからいろいろと、まあ、僕のチャンネルにも出ていただきたいと思ってます。ありがとうございます。楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、はい、皆さん何か最後一言ありましたら。いやでも本当に今でも僕セラピストを仕事してるんで、おー、なんかその本当に自分もやりたいことがあるので、うん、それに向かってやっていきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでございました。はい、ではまた。あ、いえいえ、本当にありがとうございます。